皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回なんですが、タレコミが入りました。ドラクエ爆売れで救いの株価救ってますよということなんですが、2週間ほど前にですね決算発表されて、その後にですねドカーンと下がりまして 10% ぐらい下がったのかな。でネットではですね救いに終わったダブルダブルダブルみたいな感じでかなり話題になったんですが、そこからですねどれぐらい戻したのか皆さんと一緒にですね、見ていきたいなと思います。そしてですね、新作ゲームファンタジアンというゲームがですね12月5日に発売されるんですが、こちらですねファイナルファンタジーの坂口さんが作ったゲームということで、僕ね興味あるのでちょっとね今回ねご紹介していきたいなと思います。そしてですねスクエニのスマホ新作ゲームということで、エンバーストーリアというねゲームがですね11月27日この動画出る頃にはですねもうね配信しているんですよね、配信開始されているのでちょっとご紹介するんですが、僕ですねちょっとやってみようと思うのでね、やったらですねまたですね皆さんにねレビューしていきたいなと思いますという動画ね、ちょっと撮っていきましょう。それでは早速やっていきましょう。ということでですね、スクエニを救うのはやっぱりドラクエではないのかって話なわけなんですが、こちら見てください。スクエニクスはですね、2024年11月8日の決算発表によると、売上はですね、前年よりも減少、主にですね、新作ゲームの売上が伸び悩んだため、利益はですね、開発費や広告費のですね、削減の影響で赤字幅は縮小。MMORPG 部門はですね、ファイナルファンタジー14の新拡張パッケージがですね、好調で増益。アミューズメントはですね、出版事業はですね、全体的に好調ということでですね、何を言いたいのかというと、まあ、HD ゲーム部門がですね、足を引っ張っているという、まあ、ことなわけなんですが、他ね、アミューズメントとか出版事業とかね、結構好調なんだって。薬屋の独り言ってあれ、スクエニですよね。あれアニメめちゃめちゃ面白かったし、なんか出版も結構ね、好調だとか言うじゃないですか。で、僕もですね、アニメハマって、もうちょっとね、出版とか本ね、買おうかなって思ってるぐらいなんですよ、今ね、本当に。なのでですね、ただ、やっぱ HD ゲーム部門が足を引っ張ってるんではないのかということなんですが、その中でもですね、やっぱヨシピー吉田さんがですね、のですね、ファイナルファンタジー14がですね、かなりですね、まあ、引っ張ってくれてるということなんですが、これを受けてですね、この決算を受けてどうなったのかって話なんですけど、まずこちら見てください。こちらですね、マスクエニーのですね、株価なんですけども、こちら8日なんですね、発表されて、これ金曜日だったので、これがですね、11日、ドカーンと下がっております。はい。10% 下がったって言ってですね、ネットで大変話題になりました。スクエニー終了、ダブルダブルダブルとか、もうすごかったです。もう本当に。祭りみたいな感じだったわけなんですが、これ11日ですよね。でその後なんですけども、11月14日にですね、はい、我らがですねドラクエ3 HD2D リメイクが発売されました。でその後なんですが、こちらですね、どんどんどんということで、こちら20日で、21日にはですね、21日には100万本、82万本か、パッケージだけども、ね、累計で82万売れてて分かったということで、そこから好調だった、ずっと好調だ、伸び上がってるということで、このですね、ドカンで下がったのをドラッグ S3 HD2D リメイクの爆売れで救ってますよということで、すごいですよね。ここまで下がるとね、一気にね、売りがね、加速して、どんどん下がるかなと思ったんですが、ドラッグ S3HD2D リメイクは、スクエニもすら救うということで、ただね、これね、元からなんか、6ヶ月とかで見ると、なんかちょっとね、上がりすぎじゃないかって言われてたんだって。まあ、ここら辺どうなんだろうね。ドラケ 3HD2D リメイクの期待で上がってたのかちょっとわかんないんですけども、まあ、決算を受けてドカンと下がっていたんですが、なんとかですね、はい、戻してるということ、高騰してるということでですね、な、良かったんではないのか、それがね、ドラクエだということで、僕はね、ドラクエファンなので、めちゃくちゃ嬉しいなということでね、ちょっと垂れ込み入ったんですが、本当にですね、スクエニの株価、ドラクエが救ってたというお話でした。そしてね、スクエニ絶好調、まあ、食い注目しておきましょうかね、ドラクエ以外にも、ロマサガもじわ売れということで、まあ、最近ね、いろいろね、まあ、ドラクエと比較されがちなロマサガなんですけども、その効果もあるんじゃないですか。え、それだったらロマサガもそんなに面白いのやってみようかなっていう方もいらっしゃるのかなと思うんですが、こちら見てください。Amazon の売れ筋ランキングなんですけども、ちょっとね今日ね今下がっちゃったんですよ。昨日僕見た時にね8位ぐらいにいたんですよ。売れてるじゃんというか、ネットでもですねじわ売れしてるなって言われてたんですが、今だとちょっとどれくらいなのかな、28位下がってますけども、これねでもね過去1ヶ月も結構売れてるんですよ。結構売れているので素晴らしいっすよねこれね。ということで、昨日ちょっと8ぐらい見まして、今現在ちょっと下がっちゃいましたけども、ロマサガもどうもですね、じわ売れしているんではないのかと言われてるということで、まあね、それいいですよね。まあどっちもね、まあドラクエ3 HD2D リメイクも、ロマンシグサガ2リメイクも、まあスクエニのゲームなので、どっちもですね、まあ、買っていただけるとね、すごいね、今後ね、スクエニのゲームね、いっぱい出てくると思うので、僕はいいのかなと思います。そしてね、こちらですね、ダウンロードランキングなんですが、未だに1位。すごいね。で、そしてプレステのこっちもですね、プレイステーションも5版なんですけども、国内これ無料無料なので実質1位です。はい、有料1位ということで
これもすごいですよ、めちゃくちゃ売れてるもんね。で今どれぐらいなんですか、もうないんですか、まだ在庫がちょっと復活したか。12月の16日ちょっと在庫は少し復活はしたけど、12月16日か、全然先だね。2、3週間後ぐらいですね。昨日は風なかったんだけども、それこれ買うんだったらプレステ5版だとどれぐらい届くのかな。11月30日ということで在庫、いやどうなんだこれ、ちょっと1日ぐらいないぐらいなのかな、ちょっとわかんないですけど。ということでですね、好きのゲームがですね、はい、今年は絶好調というお話でした。そしてですね、ファンタジアンというゲームがですね12月に出るわけなんですが、これかなり興味持ってるんですよ僕ね。まあレビュー動画出そうかなと思ってるんですけど、12月って他皆さん何買いますか。僕的にはもうこれしかないなと思ってるわけなんですが、まずはこちらちょっと見てください。ファンタジアンなんですが、2024年12月の5日に発売の新作 RPG ゲームということで、この作品なんですが、ファイナルファンタジーの生みの親である坂口さん、そして作曲家のですね上松さんが描けたですねゲームとして話題になりました。でなんで過去形かのというとですね、元々ですね2021年にアップルアーケード向けにリリースされたファンタジアの拡張したバージョンだそうです。僕ちょっとやったことないので、ね、やったことある方はぜひですねコメントでですねどんな作品だったか教えてほしいんですけども、ストーリーなんですが、主人公のレオが記憶を失った状態で目覚め、機械的感染病による異常な世界を冒険しながら失われた記憶とですね真実を追い求めます。バトルシステムはターン制バトル、独自のですねメカニズムをですね追加、攻撃の軌道を選んで複数の敵を一度に倒す戦略性が魅力です。またですね敵を次元ダンジョンに保存し一度に処理できるシステムを導入されています。で新機能なんですが、英語と日本語のフルボイスサポート、グラフィックが 4K 対応の向上、スイッチ、プレス5、XBOX、PC 版ということで、ノーマルモードの追加で初心者にも遊びやすいということなんですけども、これあれなのかな、ノーマルモード追加って書いてるってことはちょっと難しいゲームなのかなと思いますんで、 4K 対応か、それだったらプレステ5にしようかな、ちょっとどうしようかな、ちょっと悩みますね。プレステ 4K か、ちょっとそれだったら一回ね、僕ねいつもスイッチで買うんですけども、リモートプレイヤーも持ってるんでどうしようかなと思ったんですが、今回どうしようかな、ちょっと考えます。はい、買うことは間違いないんですが、どっちで買うのかちょっと迷っております。でですね、まあ、この先にどんな作品なのかということで、皆さんね知らない方もいらっしゃると思うので、ちょっとね動画見に行きましょう。こちらですね忍耐の動画なんですけども、僕がね語るよりもですね中村さんがね語ってくれた方がね分かりやすいと思うので、皆さん一緒にちょっと見に行きましょうか。ファイナルファンタジーの生みの親、はい、坂口博信と作曲家上松信夫が送るどんなんだったっけファンタジア。なるほど、人が生きる場所を奪われつつある世界、記憶を失った主人公スチームで売れるかな、世界を脅かす邪神と戦うことに。邪神か、バトルで重要なのがスキル、軌道を操作し一度に複数の敵を攻撃できる。どうですか皆さん。そして移動中に遭遇する敵はストックすることで、後でまとめて戦うことが可能。どういうこと。多くの敵を相手にするほど一撃で狙える数も増えていく。ストーリーだよな。二人を離せ。さあ共に全ての世界を救おうではないか。チームでどんな評価を受けるか。ファンタジアンゼロディメンジョンはこの冬発売。生きる場所を奪われつつある。これさムービーシーンいいよね。ムービーシーンはいい。記憶を失った主人公。戦闘だよな。もうあのレベル上げ好きだから。世界を脅かす邪神と戦うことに。どうなんだろう。スイッチまでやっぱちょっと労働問題あんのかな。レベル上げずっとしたい。バトルで重要なのがスキル。軌道を操作し。レベル上げの楽しさが攻撃できる。あるのかだよね。武器が多い、魔法が多い、移動中に遭遇する敵はストックすることで、後でまとめて戦うことが可能。多くの敵を相手にするほど、まあ、ちょっとほら目新しさはないじゃないですかね。ないので最新のグラフィックっていうわけではないと思うので、ちょっとどうかなと思う人もいると思うので、僕ね買います、発売に買うので。でまたなんか10時間ぐらいレビューしてですね、あやってみてですね、面白いかどうなのか、どんな感じなのかね。まあ僕はまあもうそのムービーシーンは別にね、ストーリーはうんって面白い、まあ、探したんだから面白いなと思うんですけど、生きる場所を、問題はこれ戦闘だよね。一度に複数の敵を攻撃できる、ロード問題それとね、スイッチ版だと。ということでとにかくですね、ちょっとスイッチを買うかプレス5を買うかちょっと迷ってますけど、まあなんか分かったらね、またね動画にしていきたいなと思います。
そしてですね、スクエニの新作スマホゲームがついに来るということなので、まあ、スクエニのね新作ゲームなのでスマホゲームなのでちょっとね、大丈夫かって思う人結構いらっしゃると思うんですけども、女の子ちょっと可愛いんですよね。なのでちょっとやろうかなって僕思ってますね。この動画出る頃には多分もう配信されてんのかなと思うので、11時くらいに配信されてると思うので、僕ちょっとやろうかなと思ってるんですけども、エンバーストーリアということで、ちょっと内容ね、ちょっと説明しますけども、エンバーストーリア、2024年11月27日にリリースされたスマホのですね、スクエニの新作ストラテジー RPG ということで、まあストラテジーゲームということで、まあ、トライアングルストラテジーとか、先に言うとユニコーンオーバーロードをイメージしていただけると分かりやすいのかなと思います。で、舞台なんですが、崩壊した世界、煉獄で、召喚戦士エンバースとともに塔を攻略、特徴なんですがリアルタイム戦闘と、戦略要素のですね融合、大規模なレイドやアリーナも搭載、対応機種なんですがスマホ iOS アンドロイドと PC ということで、どうなんでしょうかねこちらね。でやっぱね次のゲームなのでですね、ちょっと課金心配する方もいらっしゃると思うんだね。はいね、なので先に言っておきます。はい、これですね、課金額は少ないほど終了した時のダメージは少ないということで、先に言っておきます。スクエニのねスマホゲーなのでね、課金はほどほどにということで、それでやっていったらいいんじゃないのかなと思います。僕は多分無課金で普通に遊ばせていただけると思うので、ドラケンタクトもね僕ずっとやってますけど、未だに今から課金したことないのでね、やっぱ終了するっていう恐怖があると思うので、まあそれだったらね、まあ、課金をほどほどにというのがダメージが少ないんではないのかなと思いますが、ちょっとね紹介動画見に行きましょうか。ちょっとファイナルトレーラーあったんで見ていきましょうかということなんですが、ちょっとねがっつり歌ってるのでちょっと著作権ちょっと心配なのでちょっとね切ります。はい、見ていきましょう、どんなゲームなのか。結構ね面白そうなんだよな。若干ちょっとテイルズっぽさもある。エンバーストーリア、こんな感じだよね。フルボイスだったりするのかな。ユニコーンバロードかなり売れたじゃないですか。なので、大きく見たらにゃんこ大戦争的な感じをイメージしてもらえたらいいのね。いや、大きく見たらね、大きそういうことだと思うんだよね。どうなんだろう、面白いのかな。ちょっとどう思うみんな。ね、ガチャキャラとかが、いやもうまあまあ課金することないから、ちょっとわかんないですけど。いや、わかる、めちゃめちゃ神ゲーの可能性あるもんね。あ、かわいい。女の子キャラデザインいいよね。騎馬橋なんだ、書いてあった。今を断ち切れ、世界を変えろ。かわいい。だからもう本当ににゃんこ大戦争ぐらいだと思っていただければいいんじゃないのかなと。ね。領地上げていくんで、まあ好きな人には好きだけど、まあ興味ない人には興味ないよね、やっぱね。そうだよね。でも、あの、ね、ユニコーンバーロードすごい評価良かったでしょ。さあそこまで行けば木林、キザ橋の覇者になれたって。さあということでエンバーストーリア本日ですね11時ぐらいに多分配信しますという、興味ある方ですねぜひやってみてください。僕もちょっとやります。はい、まあ、面白くなかったら多分やめますと思いますけどね。また後日ね感想ね動画で語っていきたいなと思います。皆さんお疲れ様でした。ということで今回なんですが、スクエニ関連のお話、3つほどね、出させていただきましたということで、興味あったやつどれですか。ファンタジアンですか、エンバーストーリアですか。ちょっとねこれ終わった後ね、ちょっと編集してる最中にちょっとダウンロードとかしながらちょっとやってみようかなと思います。はい、どうなんだろうな、続くかな。そこが心配だよね。やっぱそこだと思うんだよね。続いてくれるのか、1年で差しゅうなのか、いろいろね言われてて、ここで出すということはそれなりに自信があるんじゃないのかな。ただね、そんなこう作ってるのもね、ゲーム作るのもね、それは数年かかるだろうから、一回ね進み始めたらね、船と一緒でねすぐ止まれないじゃないですかっていうのもあると思いますが、僕もですねちょっとやってみて感想ね後日ね語っていきたいと思います。まあ無料なので皆さんねやってみるのもいいんではないのかな。ユニコーンオーバーロードとかね、トライアングルストラテジーとかね、面白かったなと思う人は面白いではないのかなと思います。そしてスクエニのですね、株を救っているですね、株価を救ったドラクエ 3HD2D リメイクということで、やっぱねスクエニはドラクエですよ、スクエニさん。はい、なのでこの調子ですね、12、13、14、堀さんもね50周年行くって言ってたんで頑張りますって言ったんで、12、13、14出してもらってですね、天空シリーズ HD2D リメイクね、ぜひね出していただけたら、まあ、嬉しいかなと思います。ということで今回はですねこの辺で終わります。よろしければチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。